ちょっと前に質問したんですが、グリッド線は気合で描けたものの成長が感じれなく、絵を描くという作業に近いような気がしてしまくて楽しくない気がします。作業だよ、やめた方がいいでしょうか。おう、これもね、なかなか模写は作業です。議論の違いがあるね。そうですね、まあどこに重きを置くかって話ですよね。あ、そう、素晴らしい。僕は色鉛筆の塗りをに重きを置いているの で下書き簡単に書けた方がいいよねってことで簡単なグリッド模写したりしますね、僕は。まあ僕の場合はグリッド模写はこれも全部一緒ですね。簡単だし、塗りの方に、ウェイトを置いてるんで、はい、グリッドでやってますよ。さらっと漫画家さんみたいにさらっとうまい絵っていうか可愛い絵とか、イラストレーターさんみたいにオリジナルの絵を描きたいって思うんだったら、グリッド線模写だけじゃなくてオリジナルもどんどんやっていかないといけないんで、グリッド線模写とか単純な模写で形とか確認して、だいたいこの辺に顔があるな、耳があるなっていう確認はいいと思うんですけど、それだけずっとやってると多分オリジナルの絵が描けなくなるので、それぞれバランスよくやるのが一番いいんじゃないでしょうか。どっちを取るかって本当なんだろう、時間があればいいんだけどね。下書きもうまく描きたいし、うん、色鉛筆もうまくなりたいですと。じゃあ下書き上手くなるのにも時間かかるし、じゃあ次下書きも書けました、じゃあ色鉛筆上手く塗りたいって思っても色鉛筆も時間かかるから。そうですね、うん、色鉛筆は時間をかけましょう。そう、どういう絵描きたいかだと思うんですけど。そうね、オリジナルリアルな絵を描きたいんだったら別に正直トレースでいいと思うから、うんうんうん、そうですね、それっすね。そうそう、プロだってトレースしてるし。そうそう、模写って正確にモチーフを見る目を養うイメージですね。深くわかんない、まあ、模写もデッサンも自分の目で見てって感じだ。自分の目で見て形を捉えるというかです。あのでもグリッド線はグリッドの線を確認しながら、まあそれも模写に近いんだけど、でも、ガイドラインがあるみたいな感じだからさ。グリッド線模写はあのあれっすよ、数学のね、グラフ角度と一緒な感じだから。そうですね、1センチ単位でのグリッドマスはね、しんどいから嫌になってると思うんだよね。だから慣れてきたらだんだん、その書くものにもよると思うんですけど、1センチがどれくらいのサイズで書くかっていうのと何を書くかにもよると思うんですよね。例えばだからこの今書いてスズメだったら、センチだったら 3.5 ぐらいかな、 6等分、8等分ぐらいで慣れてくると思うんですけど、グリッド線模写して鉛筆画でも色鉛筆画でも描いてると全部作業じゃない？うん、そう、あの下書きはね、下書き、ああ、そうか、下書きですだけ。でも色塗るのはさ、作業って作業だけど、そうな、作業って何？作業の概念とはとか難しい話になってくるね。考えて書いてる感がないってことでいいのかな。いや考えるでしょ。たぬきとかさ、モフモフ系とかさ、なんかややこしいやつとかはさ、なんか一筆一筆がさ要になってくる期待もするじゃん。何を捉えるかだよね、難しいよね。なんだろうね、作業の概念、塗る段階が慣れてしまうと作業になってしまうのかも。そうかもね、うん、写実画、これで言ったらもう写実画全般作業っすよね、多分今思ったんですけど。いかに同じのを描けるかとかでいくなら精密に描くっていうのに特化してるじゃないですか、写実画って。そうですね、あの構図とかバランスとかを考えるかって言われると、まあ、考えてるんだろうけど、
そうやら。ヨークンさん、アニメ漫画の模写を趣味としてやってるんですけど、日々成長しているのが楽しくてやっていて、グリッド模写は小さいマス目に絵を描いてるだけって感じ取ってしまいます。アニメ漫画の模写ならグリッド使わない方がいいんじゃないですか。結論てか結果がね、よく言う、そんな感じさん言ってる結果が良ければっていう意味では何でもいいよねっていう話で、途中経過があのグリッド線模写で楽しければそれを続けて、今うーん作業になってるなと思ったら、じゃあ今日はグリッド線模写じゃなくてちゃんと丸書いて線書いて当たり取ってやってみようかなっていうのでいいんじゃないっす。多分どっちもどっちで難しい、うん、あれはあるし、どこで満足するかだよね。あのグリッド線模写ではあんまり味わえない、徐々に似てくるっていう楽しさが出てくるよ。アウトプット早くするんだったら多分グリッド線模写一生やっててもあんまり早くなんないとは思うけど。ああ、確かにいいこと言った。間違いないなと思った。確かに、うん、正確に書けるっていう能力、アウトプット、あの頭の中のイメージをアウトプットっていう意味ですね。見たものを見たところに書くのはグリッド線模写で成長するかもしれないんですけど、自分が思ったものを自分が思った場所に書くっていうのは、うん、まあデッサンとかそっちじゃないですかね。昔からやられている技法、どっちもバランスよくやっていくのが一番いいと思います。あるはいはい、似て似てないんだけど、サイバー量、特にサイバー量激化タッチだもん。でもちょっとずつ似てきましたよね。だから こんな感じでちょっとずつ似てくる楽しさはやっぱあるよね。うまちょっとずつ似てきました。よくそんなちっちゃくかけて、かけるね。ちっちゃく書くの、せめて 1.5 倍ぐらいかなって思ったけど、そんなにちっちゃいとは思わなかった。大きくてもちっちゃくても書けるっすよ。語彙数ですね。語彙数、なれなれ。やっぱりキャラ書くのってさ、やっぱり培ってきたものがものを言うよね。まあでも俺、まあそうっすね。だって俺マジで無理だもん、書いてきたことないから。キャラ絵むずいっす。あれはエデショート上げてる人が何言ってんすか。だってあれもジョジョはだってあの線増やしたら割とジョジョっぽくなるって。ああそういう発想。そう、なんてキャラの顔は違うけど、なんかパターンはジョジョって似てると思うんですよ、目とかさ。そうそうですね。ああ同じ作者のだからね。うん、そう。でもだからそういう発想でいくなら、人の顔であればどの地点に目があって、うん、っていうのが大体一緒じゃないです。デフォルメされてても基本が一緒だから。ああ。